コープオリンピア原宿店本館南国鹿は1961年に渋谷区桜川課町で開業し、当時は未だ珍しかった関東料理が広まるきっかけとなった中国料理店である。なお創業時からの別称はサウスチャイナ。現在は東京、神奈川を中心として福岡、名古屋、埼玉、富山、北海道と全19店舗を展開している。 1961年、社長である宮田慶三郎は自ら経営する東京コープ販売経験が渋谷区桜川課町に前年完成した高級分譲マンション渋谷コープ1階に南国主家渋谷本店を開店させた。100万ドルの夜景と謳われた国際都市香港の夜がコンセプトのレストランバーとして深夜営業のバーを併設し、 当時としては斬新かつモダンな内外装で演出、また同マンション居住者には割引で飲食できるといった配慮がなされていた。1964年東京オリンピックが開催された頃の渋谷は、東横百貨店から百軒店に代表される道玄坂、そして桜川課町への境にかけ賑わいを見せていた。だがその後は北へ向かって繁華街が発展し、結果として、 渋谷駅原宿駅へと至る地域が渋谷の街として確立されていく。1965年3月、原宿駅前で東京五輪にちなんで名付けられたデラックス分譲マンションコープオリンピアが完成し、同時に南国市か原宿店が開店。出店地域や出店場所によってお客様の層が変わるように1点1点が趣の異なる。 個性的な店作りを展開。単品料理で180種類、2ヶ月ごとに変更される7コースが約100種類と幅広いメニューを展開する。酢豚にパイナップルを初めて取り入れた店として知られる。カフー。ボリューム17日本文芸者2008年。ありがとうございます。